ということで、ゆうちゃんやってまいりました。はい、そう、ゆうちゃん、こんにちは。はい、コスタさんです。はい、最近どうですか？ちなみに昔自分の YouTube で友達がいなかったとかどうこうとかって発信して、なんかそこはある程度区切りがついたというか、20代後半になってちょっと忘れつつあるっていうのもちょっとあって、次のフェーズが今パパ活女子ライバル心燃やしてるっていう感じです。パパ活女子だよね。そういう一部のなんか濁り水みたいなのがあると全体濁っちゃうんじゃないかなみたいな。おじさんとデートしてご飯食べてそこまでしてお金欲しい人って若者に多いのかね今。立ちんぼが増えたとか言われてます。そうだね、宮台真司さんでした。最近ちょっとまた、そう、この前刺されちゃった人で、その宮台さんとか若い頃はその女子高生の、ハンバーグ、おごりなんで食べ放題ですか？やっぱ一番高いやつ、一番ダブルチーズバーガーとかトリプルチーズバーガーだ、で高くなると量が増えてるだけだよ。ドクターパパカツとか今日、はい、いやどうだろうね、パパカツ、いや大変そうだなと思う。あ、大変、まあ、リソース割かれそうです。いや最初だけだと思うよ、もし奥さん2人になったり3人になってくるでしょ、大変じゃない。あとはその有限とかっていうのって男の子の売春じゃない、不動売春じゃない、そうで男色の世界だから日本の社会って、だからこうパパ活をしてる男色の話をするとちょっとパパ活っぽくなっちゃって、いやでもそうなんだよね、男の子を買うカルチャーから昔の日本って、少年愛ですよ。ジャッジ、そうそうそう、ジャッジ、まさにさ、まさにあの感じだよ。それがいいのかっていうのね、よくわかんない、よくわかんないし、よくないって言うんだって言います。カマシャツとまで行かなくても、なんかガールズバードがキャバクラとかな、なんかみんなとかあったりして、やっぱ3月だから、あれはなんだ、なんか僕もあれはよくわかんないんですけど、いや暇なんじゃない、暇だし、遊び方知らないんだと思うんだ。なんか、その人と関わるのにお金が必要なのがよくわかんない。そうだ、公園にも通じる、楽しいじゃん、その人に話しかけてとかでいいんじゃない。でも迷惑かかる、なんかちょっと時代が変わってたのかなって気はするけど、全体的な倫理観とか上がったとかは松田先生の感覚的にはない、あれあります。いや倫理観はめちゃくちゃ上がってるんじゃない。うん、あ、じゃあ逆に上がりすぎて東横ピッツみたいなのが目立つようになったみたいな感じなんですか。昔からああいう層はいっぱいあったんですよ、ホス狂いみたいなのが増えた。まあ、そっちのホストのカルチャーがちょっとね、成熟したから。なんかホストってもっと関わっちゃいけない世界の人みたいな感じだった気がして、逆に今は関わっていい人って思う。なんか今もうローランとかいろいろいて、普通の憧れの人みたいになってきた。そうなの、それもすごいよ、かわいそうじゃない。なんかもう乗りこなす、一応なんか恋愛詐欺師みたいな感じで乗りこなしてる感、ちょっと羨ましい感じがした。でもなんか夜若いのになんかドラッグカルチャーというか、まあ、ああいうお酒のカルチャーの中にいて、なんか若い時間を消耗してるエネルギーとか、まあ、ちょっとかわいそうだな、私はしちゃうし。ママが出てくるのはここでしてるので、バナーマークがリアムだわ、ダブルチーズ。もうこれから若い人って言ってももうちょっとビジョンとかそういうことが大事になるんじゃないかなって気がするけどね。つまんないじゃない、サム・アルトマンみたいな子供が出たら、いいですだからまだ一瞬回る前の段階なのかな、今それ夜食カルチャーみたいなのが
手風味した後、虚しいよねっていうフェーズが次来て、その後、ビジョンカルチャーです。優しかったです。思いっきり頑張ったけど。ああ、もう手遅れか。でもやっぱり依存とかそういうものがすごく今壊れてるんじゃないかなと僕は思うけど、何がしたいかとか何をすべきかとか、あの 4,50 代の独身男性とか結構多いんで、何のために生きてるかわからん。稼げはする、でも仕事を辞めるわけにもなかなかいかない。でも何のためこれやってんのみたいな、そうで孤独だって。で、昔みたいに遊ぶ感じもないし、この話してていいのか、他にどんな話してるんですか。あんまりでも喋らないです。喋らない。まだそこのやっぱ上がるための話が多いです。ここはこうやったらいけるんじゃないか。なんでまだ加賀先生の言うビジョンとかのところにたどり着いてない。やっぱまだお金が貯まりきってないですね、なんで多分ポスタチャンネルの視聴者からするビジョンとかがいてもまだそこまでいってねえんだよ。このカットですいやでも成功する YouTuber の人とかで上がっちゃってる人きついと思うよ。ああまあ長く続いてる人やっぱなんかあれですね、ワイワイ系の人しかね。あだからもう新卒最初から遊ぶのが好きみたいな、ワイワイとかダウナー系でずっとやってる人いないですね。純文学系の人とかもさ、ハードドラッグとかで結構ハード壊しちゃう。あと幸せになっちゃうとか、かけなくなっちゃうとか。なんか全然普段と違う人と喋ると面白い。あ、そうですか。なんかまだバリュー出せてないなって。あ、本当に。いつも患者さんとしか喋ってないから。あ、でもみんななんかいろんなこと考えていろんな話をして、まあ自分の話はしないからね。でも5分でも5分プラスアルファでもなんかやっぱりそういうこととかポイントとかある。いや、なんか通院精神療法が5分以上だと点が入って、それ以上あの見てもあまり変わんなくて、結局まあ 4,50 人ぐらい見ようとしたらそのものになっちゃうよねって。まあいろいろ喋るっていうかね。まあ YouTube 見てたりするから、僕らって多分あまりそういうふうに考えなくて、なんか人間っていう種族全体見たときそういう習性をが強く残ってる動物も個体もいるだろうなっていうふうに思っちゃう。だから人間満点としなくなるような教育を全人類という小学校の教育としていくっていうことでを人類選択しなきゃいけないかってそう思わないから。なんかどちらかというと印象的にはそういう答えもいますよっていう理解を進めていきますね。宗教というかまあ生物みたいな感じで信じる。だから人間が多様であるとかその多様性があるということを理解するというのはちょっと難しいみたいな、人間人類とかで。だから自分と同じであるとか自分の想像の範囲内であるというふうに人間と思いまして、自分の範囲内の多様性というのがあって、しかもそれが人類の発展とか種の存続が必要だというふうに思うのは難しいみたいな。哲学的な仕事が必要みたいな。あ、中途ない人は生きるのかしないから中途ない人はどうするみたいな。まあでも小学校先生がやってるのはもう分かる。いや、それが違うみたいな。これはどうやって問題だろうとか、なんだかあるんだ。まあ、トラブルを楽しめるかどうかって大事なポイントだし、迷惑をかけたら勝てないかもしれないし、礼儀作法って文化だから、まあ、政治すると次の文化が生まれてくるんだよ。ハイコンテンツと社会で、ローコンテンツとハイコンテンツと社会で、アメリカとかはローコンテンツとかしかないわけじゃない。礼儀っていうのはあんまりないわけないから、彼らは経験少ないから、民国からし、で、歴史もさえ。逆に中国とか日本とかは、歴史が長いからハイコンテンツ社会で、礼儀作法とかめちゃくちゃ細かいルールとか暗黙の領域とかいっぱいあるんだけど、じゃあ幸せになってるかっていうとあんまりそういうわけじゃないよ。ただなんか知らないからって言ってマウンティング取られたりとか、あなたはお金稼いで頭もいいし、かっこいいかもしれないけど、礼儀がなってないでとか言われたりして、それ知らないから仕方ないじゃんみたいなさ、やっぱり田舎もねえとか言われちゃう。そういう社会になっちゃう。こんな感じのデートされたら嫌だ。確かに全部さ、彼女が言ったこと全部さ言っちゃうみたいなさ。いや今申し訳ないわ、コスタさん。いや、うん、うん、こんなさ、いやなんか